皆さんこんにちは、浜屋の受け持ちです。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの方オークリーの初のパフォーマンスアイウェア、アイシェイド。そしてこのアイシェイドを、インスパイアしながらオマージュとして仕上げられているオリジンコレクションのスートローの掛け比べをご紹介したいと思います。まずはこちらの方、ベースとなっている、アイシェイドというサングラスを改めてご紹介したいと思います。こちらの方、レンズにはパイロットロゴが施されているという懐かしのアイテムになっているんですけれども、かなりレンズシェイプ、縦幅が大きいアイテムになっております。まるでゴーグルのようなテイストで軽やかに掛けられるというサングラスで、レンズ交換も可能な作りになっているというオークリーならではの、デザイン構造のアイテムになっております。またオークリーとしては珍しいんですけども、耳にかかるここのデザインの、テンプルが採用されているんですが、実はここ長さ調整ができるというアイテムになっております。裏にですね、この通り穴が5つあってポッチが2つついてるんですけども、引っ張ると簡単に取れるような構造になっているのと、ここで長さ調整をしながらしっかりとホールド感が、作れるというようなアイテムになっているのも特徴になっております。一番短い状態ですとこうなんですけれども、長い状態ですとこういう長く調整するということが可能な作りになっているというのも特徴でした。そして昔モデルとしてあったんですけれども、汗止めのスポンジがついていて、なおかつ穴が開いていて通気口が取り付けられているというベンチレーション機能をつけているというモデルもあったんですけれども、それをスートロにも再現しているというのがこの穴の、ベンチレーション構造になっております。懐かしさを感じさせながらも新しく仕上げられているというこのスートロ。そしてやはりこの懐かしさがあるんですけれども、かけてみると意外と使えるんじゃないかというこのアイシェード、この魅力もですね、実際にかけたところもご覧いただきながら、感じていただきたいと思います。まずはこのアイシェードの、印象的なエメラルドグリーン、シーホームというカラーになるんですけれども、やはりフレームのカラーはかなり存在感のあるカラーなので、このレトロ感がより際立ってくるカラーになるかと思います。とは言いましても、このポテッとした雰囲気、ファッションとしてうまく取り入れられる方には非常に魅力的に感じていただけるカラーかと思います。前傾姿勢になった時にもサングラス越しにしっかりと見えるというのはですね、ジョーブレーカーのあのデザインもここの、アイシェードから来てるんだなというのが分かっていただけるようなアイテムになっております。シリンダーレンズの初のパフォーマンスアイウェア、非常に魅力的なアイテムだったんですけれども、懐かしの限定復刻モデルになっております。ちなみにこちらの方はですね、2014年に限定復刻されているというアイテムなんですけれども、こちらの方に30周年のロゴがついているヘリテージコレクションで復活しているというアイテムになっております。このシーホームというカラーですとさすがに印象的だなということになるかとは思うんですけれども、ブラックもございます。ブラックですと今なお現行として使っても全然使えるんじゃないかなという仕上がりになっているのも特徴的ですね。過去のアーカイブなんですけれども、意外と掛け心地、使い心地のいいアイテムになっております。現役でも全然使えるんじゃないかなというアイテムですね。そして今ジョーブレーカーやレーダー EV 使ってる方非常に多いと思います。そういった方々とは被らないサングラス探してるという方にも、改めてこのアイシェード魅力的に感じていただけるかと思います。そしてもう一色、こちらの方はグレーなんですけれども、フォックというカラーです。こちらはフレームの存在感はそれなりにあるんですけれども、意外と取り入れやすいカラーにも仕上がっております。実際にツールドフランスで使っているという選手いらっしゃいましたので、なかなかこのアイシェード今なおまた改めて見直していただいてもよろしいんじゃないかと思います。ただやはりレトロ感はさすがになという方もいらっしゃるかと思います。そういった方には今回のこのスートロー非常に魅力的に感じていただけるアイテムになるんじゃないでしょうか。かけてみるとですね、レトロ感も感じさせながらもどこかフューチャリスティックな印象、そしてこのエッジの効いたレンズシェイプで疾走感も感じさせるというアイテムになっております。視界も広くて掛け心地もいいアイテムになっております。なかなか魅力的なアイテムになってるんじゃないでしょうか。このアイシェードのオマージュとして作られているというだけあって、レトロ感も感じさせるんですが、フューチャリスティックな印象に仕上がっているスートロー、とても魅力的なアイテムになっております。本日ご紹介させていただきましたのは、オークリー初のパフォーマンスアイウェア、アイシェイド。そしてそれをオマージュとして作られている、オリジンコレクションのスートローとの書き比べでした。ぜひ店頭で楽しみながらお選びいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。